台北松山空港は台湾の台北市松山区にある空港。また台北国際空港とも呼ばれている。台湾空軍松山空軍基地も併設されており、軍民共用空港となっている。なお台湾東園国際空港との間で直行バスが多く運行されている。1944年3月台北飛行場に駐屯する。 第37教育飛行隊の三式戦、被炎市街地に隣接している松山空港台北松山空港内を移動する日本航空機台湾空軍の C-130 輸送機日本統治時代の1936年、台湾総督府によって民用を目的とした台湾発の大規模公共飛行場として建設され、同年3月に台北飛行場の名称で開港した。 日本航空輸送が那覇飛行場を経由する内地との定期便を開設し旅客輸送と郵便輸送を行った。しかしながら開港直後に日中戦争を勃発したため日本海軍航空部隊が都洋爆撃の基地として使用することになり1938年2月には中国大陸からの反抗作戦として国民革命軍と ソ連空軍主眼隊の攻撃を受けている。また、太平洋戦争では、日本陸軍航空部隊の飛行部隊も駐屯している。1944年末以降からは、アメリカ軍による攻撃の標的となり、台北の街ともども被害を被った。1945年、日本の敗戦による台湾統治終了とともに、国民政府の管轄下となり、台湾の国際、 国内航空路線の中心的な空港となった。後には日本航空とチャイナエアラインによる羽田空港、伊藤空港、福岡空港などを結ぶ路線が設定されている。1979年に国際空港として中西国際空港が開港されてからは国内線専用となった。2008年3通が認められ中華人民共和国大陸部との間に 定期チャーター便も運行されるようになり、2009年には定期便が就航した。また、日本との間でも、羽田空港の新滑走路完成と最国再線化に合わせて定期便が再開された。同年末に第一ターミナルが台北市政府の指定歴史建築に指定された。元台北市長、馬英九や早々ゆ新民党主席など一部の政治家は、三通政策の 一貫として中国大陸との直行便の乗り入れを提案していたが本来国内空港である松山空港への中国大陸便乗り入れは中華民国と中華人民共和国を同一国家としてみなす結果となりかねないため両地域間で問題となっている台湾独立中華民国の主権問題に深く関わるとして慎重に議論が行われていた2008年7月4日より 両地域を結ぶ定期チャーター便を週末限定で運行を開始した。12月には3通の実現により中国大陸各地へ定期チャーター便が就航した。市街地にあるため騒音、安全性に問題があり、台湾高速鉄道の開通による国内線利用者の減少、東園基上早運の開通による空港アクセス改善などから台湾東園国際空港への移転統合が、 検討されている。中国大陸部への定期チャーター便増加に伴い、現代1ターミナルの西側に第2ターミナルが建設され、その後、日本の国土交通省航空局は、日本と台湾の航空関係に関する民間協会間の合意で、2010年10月に羽田空港第4滑走路供用開始に伴い、東京、羽田台北、松山線が、 就航を開始した。就航航空会社は、日本航空、全日本空輸、チャイナエアライン及び、エバー航空で、両国の航空会社が、それぞれ1日2便ずつ運航。その後、段階的にターミナルの改修工事が行われ、2011年3月29日に、国内線が第2ターミナルに移転、第1ターミナルが国際線専用になった。 国際線出発ロビー第2ターミナルビル2009年7月4日に、台北都市来内湖線が延長し、本空港の地下に開業した。台北市内各地へ路線バスが運行されているほか、台湾東園国際空港、キールン、中などへ高速バスが運行されている。かつて、松山駅から松山引城線という台湾鉄路管理局の貨物線があったが、 1976年に廃線になった。松山駅からは道路で約 3.7km 離れており直通バスの運行がある。ターミナル到着ロビーにタクシー乗り場がありタクシーが待機している。台北市や9分台湾東園国際空港を南港にアクセスすることができる。市街地にあることから騒音規制が厳しく同じような立地条件にある。 ニューヨーク州のラガーディア空港やサンパウロ市のコンゴニャス、国際空港などと同様に、民間機は原則としてボーイング737や、ボーイング757、エアバス A320 などのナローボディ機のみの利用が認められていた。2010年10月、誘導路等の改修工事により、ボーイング767、エアバス A330 での乗り入れが可能となった。 ボーイング787についても乗り入れが可能となっている。また、2014年12月からは、JAL がボーイング777で乗り入れを開始した。軍用空港との兼用でもあることから、上空から許可なく空港及び周辺を撮影することは法律で禁じられており、その旨機内でもアナウンスされる。発表順、ありがとうございます。